はい、じゃあ5000勝ちということで久しぶりですね。紅白戦とかランバダとかあったんで、まあ飛び飛びだったんでということで、まあ今日は寺村さんが珍しく5000勝ちに参戦ということで動画台の方にさせていただきました。カワインはこのつまりかテラコン決めて画面足イージーからバックステーちゃんと距離操作するから 6BB B から CD 使って突進サタン入れて奥攻めたまなるほど、さあ2ランド目ダッシュに石は使ったが音がなしからのノーマルジャンプからのジャンシー振ってきてヒートが1ボディから片目のせ、さあここは裏ワードの子をしっかりゴールで高めてチャージからオプシー当たっていたが当たっているが当たっているがいろいろあったジャンシーシー 5A からしっかりと3段つなげてチャーキャンからとりあえず弾を通す立ち回り有利にしていきたい。やはり飛び道具があるだけでだいぶ立ち回りという面は変わってくる部分も結構あるんですが、バレット戦ではどうなのか分かりません。ジャンシーシーがお強いから投げが割ってん、ここは突進が当たらず、さあ辛いジャンシーカウンターから5へ超ひねしめるワーストを使う前にという感じですね。さあまあ正直大阪とかにはお強いツバキはいないのですごい珍しいんですが、まあ天王さんもツバキとできると思ってなかったなみたいな感じになっていたんですが、さあ開幕バースを使わせることに成功したが、その後は CC リード取ってるのはツバキ、3段入れてゴーディーからのゴーシーはジャンプで避ける。さあ割れた側もジャンシーをかぶせるのがまあいい感じに見えるんですが、さあ 2B 長いのを差し込んでジャンディ落として、ここはリバーサ警戒しすぎた投げに当たったがその後何も繋がらず中央に戻るハンスずらして、さあジャンディ突っ込みがヒート1だったのをしっかり見て暴れる。さあジャンシーしていくが空対空なかなかジャンピーに勝てない、暴れ潰しからシーディーテーダコンしっかり4000終わりで減る D 使ってディストーションフィニッシュ。さあどうにかしてこの流れを止めていきたい。さあ CC ガードしたがやはり有利はツバキということで、コマ投げ足が速い。さあバリガーを駆使してしっかりとアドレスをしていきたい。ヒート1つけて大きい攻め、これはお強い手出しからヒート2、これ投げが漏れたかカウンターしてバレットガードしたら非常に美味しい4200から置き攻めはここオーバータイム使うが負けないこの5番、諦めないこの5番。さあ全拠通したが、さあガキャン、さあ突進で逃げる、さあ昇竜拳対空昇竜拳3段入れて中央に戻るが三振2段目当たるが 5B 三振つながる CC 手だ 5C2CC からジャン CC タックル落として岩佐 6B 強気の選択肢見せて音がめいていく。さあ今ので流れを変えていきたい。さあ 6B しっかりと泳いでさあ中段たまに来ると見えないですよね。2000アップから奥攻めは突進から 2C このね2段技が
やっぱ非常にやらしいんですが、しっかりとチョグがしていきたいんですが結構難しい。さあ逃げ、ここでバーストつかせる。さあこうなってくると結構ツワイカーもめんどくさい。さあジャンシーが強い。どうする、ニビースカルが。さあ6連2勝利まだ残ってる。さあ CC 落としてどんどん溜めていく。さあバレットはもう落ち着いてワンパーテルだけ。さあ C フェイデルから CT が繋がらない。さあじっくりと時間を使って追い詰めていくわ。さあ最後はジャンイェー的確である。いや全然使って大丈夫ですよ、まだ張ってないんで大丈夫です。さあ的確なジャンイェーで一本取り返した河内。まあ、椿対ワレットっていうのをまずあんまり見ないんですが、まあ、お互いに面倒くさそうですよね正直ね。どっちも使ったことないんであんま分かんないんですが、さあ 2B2B の低姿勢を駆使していますが、さあジャンシーから3段。さあ暴れ潰しとまで出したんですが、しっかりと中央から確定を入れていたが、その後勝利を切り返される。2600インストールゲージがあると、ね、勝利からも非常にダメージが伸びていいですよね。さあ負けん気声だったが、その後コンボが続かず、さあ耐久勝利拳、さあ勝利拳、さあ CD、 ここを早めのバスト。さあバナナを投げて引きずり下ろしてからの暴れ潰し 5C で1本目はテラルナさんの椿。まあ何やかんや言ってバナナも強いですよね、結構面倒くさいところあるんですよね。さあ打って変わって2本目はカオチが神押し、リバースは漏れたか。さあシャルゲン、さあ即復帰からのジャンシーでチャージを試させない。キャップを使って神押し参戦。さあ DD とユーリフレームを取っていくわ。これは 2C が間に合わなかったが、早出しジャンシーで競り勝って2400。さあ昇龍、これ総裁からいろいろありましたが、さあ D から 5B6C しっかりしている。突進突進勝利拳、これは完走すれば死にますよね。バースト連打しようぜ。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. さあ2対1かな、2対1で開幕ヒートアップはさすがに音神ですと。さあでも1800で済んだってことは全然いいですね。ここは 6K から CC が繋がらず、逆に相手の暴れを潰していい感じになってしまったんですが、その後勝利で切り返し、ジャンシー簡単やん、2段してバスはターンは握らせない。テーラおもどりジャンシー C からまたもやっつわいがにターンが移って、テーラはオートガメ、さすがに甘いですと。ヒートを使って落とす。さあ置き攻めオーバードライブはさすがにいろ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 ある。バックステからゴーリー押していく、これがバレット。さあヒートにあれば何でもできると思いきや、さあさすがに取れないと
もう本当に上はしっかり見てますね。昇竜拳もしっかり下げて、さあ中段は飛んで2-5-4-4。さあ暴れ潰しの 6C が当たっていたんですが、そのうちいろいろ補正が切れて3段入れてボディキャンセルから置き攻めは CC は飛んで、さあジョブはしっかりして、さあ投げ暴れ突進 D なのでつながりますと低だから CC タックル、ほらオーバードライブ使って、殺しきる、素晴らしいコンボ判断。